大会は初めて。初めてです。はい、初めて。初めて。はい。パークゴルフ歴は。初めてです。初めて。初めて。二三ヶ月ぐらい。二三ヶ月。一年ぐらい。こんばんは、ゆうせんさんが今日は頑張るつもりで叩いてんね、肩なんで雪かきしてえ、どこの知らねえ今日の目標は110切ることです。まずは謙虚なんで。そうです。まずは110切ることです。して無理せず。あとは？あとは帯出さないように気をつけたいと思います。来年はですね、こちらで北海道オープンという大きな大会を開催していただきます。その大会ですね、その中で。その意味は元気だと、意味は頑張ってんだぞということをですね、ぜひともアピールできるようなそんな大会にしたいと思っております。ここに皆さんもですね、ぜひ来年ご参加をいただいて、そして一緒にですね盛り上げてきていただければ幸いでございます。今日の日程についてちょっと説明させていただきますけども、ゴールは基本的にはどこにあっても当てたままでお見せください。雪の上に上がってもこのまま、でもし行けない場合はアンペアでルールに従って取り組んでください。お芋いただいて食べてます。美味しいお芋です。 ありがとうございます。
よね。そんくらい。普通かな。普通。裏は悪いけど。うん、全然初めて来るもん。うん。髪型違うし、今日。え？髪型。ああ、ちょっとズラ忘れてきちゃった。なんかどっかスーパーかよ、どっか寄ってね、買い物したとこでそのまま。ちょっとお父さんに怒られてね。見えねえからみんな喋ってるから見ないで。C で45でいけたらいいね。まだ少しある。うん。うまいのに何で食わない。美味しいでしょ。どうでしょう。ぼちぼちですね。ぼちぼち。はい。ぼちぼちっていう言葉だったら結構いいでしょ。いやいやそんなことない。やっぱり高橋さんはここカットするからやばいからカットするからここは。
のままだとおいでさんに負けます。28だ。28でしょ、うん、28だよね。28だ。俺31って言ったの。順番から言ったら31だよ。私の出っ張って肩うまいからね。肩うまいから調子いいんだ。調子いいの。負けてます。みんな負けてる。この中ででも一番いいのは高松さん、85歳。
みんなどうして85歳に負けちゃダメでしょ。みんな悪い見たってすごい。いや悪いのおじさんだよ。でもね頑張ります、自己責任だから。自己責任だからね。調子はあんまり良くないですまあ頑張ります。こう朝のあれが悪いんだわ、社長。朝って何さ。何が悪いの。顔割ったのが悪い。え、社長と顔割ったの。割ったのって自分で入ってきたでしょ自分で中入ってきてね。これで鉄杯鉄杯やってますなんとか25だからなんとか一昨年優勝してるんだからこの大会で、うん、もう過去のことです梅津さんについていってやっと同じスコアで回ってきた。こっち5出してんだけど5ないんだけど大一の組48の組と51の組。そうあなるほど、そういうこと。51、48なるほど、なるほど、うん。チーム1から2、うん、2、うん、2、うん、お、すごいすごい。いいね、うん、そして5ドボンドボン。ドボンドボン。
あ、もう終わりました。まだ半分あるでしょ。いやもう終わりました。CD で終わりました。お姉さんと一緒に回ったんでしょ。はい、そうです、うん、お姉さん優しいでしょ。優しいです。お姉さんじゃない、孫だもん。昨日の優勝者、立石さん。昨日は昨日。今日は。今日がダメ。どうですか、久々。久しぶりです。うん、久しぶりにどうですか。どうですか。相変わらず面白いわ。ダメ、全然ダメ、ダメ、調子悪くて、もう、まあ、いつもと変わらず。そしたら、20代前半。いえ相変わらずいつもダメです。ままです。相変わらずうまくいきません。通知点ならいいです。C5 ボタン解消か。そう、
である女子の優勝。何が良かったんですか。運が良かった。他には。他に、うん、他に、うん、いや、まあ、パッとショットっていうよりパットの方が良かったかな今日は、うん、結構決まった。決まりました。頑張りました、うん、初優勝ありがとうございます、ね、いやここ出る前にね、あの花も出せるんだろうなって一言あったけども、うん、やっぱり真剣勝負でプレーオフ、ちょっとグダグダになっちゃいましたけど、グダグダになったけど、勝て